第一朗読サムエル記。その日、シロでの生贄の食事が終わり、ハンナは立ち上がった。祭司エリは主の神殿の柱に近い席についていた。ハンナは悩み嘆いて主に祈り、激しく泣いた。そして誓いを立てて言った。万軍の主よ、はしための苦しみをご覧ください。はしために御心を止め、忘れることなく男の子をお授けくださいますなら、その子の一生を主にお捧げし、その子の頭には決してカミソリを当てません。ハンナが主の御前であまりにも長く祈っているので、エリは彼女の口元を注意してみた。ハンナは心の内で祈っていて、唇は動いていたが声は聞こえなかった。エリは彼女が酒に酔っているのだと思い、彼女に言った。いつまで酔っているのか、酔いを覚ましてきなさい。ハンナは答えた。いいえ、祭司様、違います。私は深い悩みを持った女です。葡萄酒も強い酒も飲んではおりません。ただ、主の御前に心からの願いを注ぎ出しておりました。はしためを堕落した女だと誤解なさらないでください。今まで祈っていたのは、訴えたいこと、苦しいことが多くあるからです。そこでエリは、安心して帰りなさい。イスラエルの神があなたの恋願うことを叶えてくださるように、と答えた。ハンナは、はしためがご好意を得ますように、と言ってそこを離れた。それから食事をしたが、彼女の表情はもはや前のようではなかった。一家は朝早く起きて主の御前で礼拝し、ラマにある自分たちの家に帰って行った。エルカナは妻ハンナを知った。主は彼女を御心に留められ、ハンナは身ごもり、月が満ちて男の子を産んだ。主に願って得た子供なので、その名をサムエル、その名は神と名付けた。神の御言葉。その名をたたえよ、
諸国の民に神の技を告げ知らせよ。賛美の歌を神に歌い、そのすべての不思議な技を語れ。私の心は神の地に喜び、その救いに喜び踊る。尊いその名をたたえよ。神を探し求める者よ、心から喜べ。神にその力を求め、いつもその顔をしたい求めよ。私の心は神の地に喜び、その救いに喜び踊る。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。神の言葉はあなた方のうちに働いている。人間の言葉としてではなく、神の言葉として受け入れなさい。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。マルコによる福音。イエスは安息日にカファナムの街道に入って教え始められた。人々はその教えに非常に驚いた。律法学者のようにではなく、権威ある者として教えになったからである。その時、この街道に汚れた霊に取り憑かれた男がいて叫んだ。ナザレのイエス、構わないでくれ。我々を滅ぼしに来たのか。正体は分かっている。神の聖者だ。イエスが、黙れ、この人から出て行けとお叱りになると、汚れた霊はその人に痙攣を起こさせ、大声を上げて出て行った。人々はみんな驚いて論じ合った。これは一体どういうことなのだ。権威ある新しい教えだ。この人が汚れた霊に命じると、この言うことを聞く。イエスの評判はたちまちガリラヤ地方の隅々にまで広まった。主の御言葉。Thank you.
you